はじめ。切った。手技のみに限定した技術体系はいかにも不自然。例えば蹴り技、当たらぬまでも射程距離の差は明白。しかも脚力と腕力との差は今さら説明の必要もない。不完全なんだよ君は。このスポーツマンが大地を蹴る、大地を蹴る。ボクシングとは大地を蹴る格闘技なのだ。ダウン。待て、待ってくれ。やる気だぞ、ハンカイオ。まだやれる。オーケー。死闘再び。貴様。あれ、床が、なんで起き上がる。究極の合体、究極の技、究極の暴力体、究極の武。早く来い。大したもんじゃの、強き人よ。鼻血を出すなんて何十年ぶりかの。所詮はお遊びだぞ。中国憲法なんてものはよ。おお、古来より中国武術では高級技とされるシャオリー。危険が身に迫ると硬直する。しかしその本能こそが事態を悪化させる。ボクサーは長き訓練を経て、やがては撃たれる際にも瞬きをしなくなる。訓練とはすなわち本能を克服する行い。面白くなってきたの、強き人よ。やってみ。天才じゃ。命拾いしたの。もし死ぬとこだったぞ。この言葉、信じるもよし、信じぬもよしとは言ってみたものの、所詮はジジイのパンチ力、たかが知れとる。受けてみ。おや、この老いぼれのパンチを逃げよったか。何が起こっているんだ。はてさて、これはこれは生物界最強とまで称えられている人とは思えぬ臆病さ。何を恐れる。何をそんなに。バレちゃった。強き人よ、嬉しかろう。えれいことが起こってるぜ、ジジイ。ハッパ裕次郎がシャオリーを使っている。
物質そのもの、これがこれが半間裕次郎だ。アキ君、バカに嬉しそうじゃないか。てもらうぜ。なるほどの、背面を構成する筋肉が鬼の顔を作り出す。その筋肉の構成が明らかに通常と異なる。生まれながらの天然戦闘形態といったところか。始めよう、ライオン隊。エサー、うまれ落ち、歩を続けた。誰よりも長く、誰より、こいつよりも、うわあ、十分だろう。バカかてめえ！嘘だろ。老衰です。何もこんな時に。くたばっちめえやんの。これはか